Chao, chao rica. Chao, chao.Chao, bienvenidos a mi café del tango. リカの単語カフェようこそ。しばらくの間、単語楽団アストロリコのバイオリニストの私、浅葉リカのおしゃべりと音楽でお過ごしください。Bien entonces, la música recomendada de hoy. 今日いきなりおすすめ音楽いっちゃったいと思います。アストル・ピアソラという名前は皆さん いろいろとお聞きになったと思うんですけれども、リベル単語は、ね、今はとても日本では有名ですけれども、没後5周年で世界的に大ブレイクしたんですが、この人も単語界では斬新すぎるとか古典単語ファンからは嫌われたけど、いろいろ苦労があったわけですが、彼が没後5年で大ブレイクしたおかげでアーティスト作曲家、アストル・ピアソラもちろん有名になりましたが、彼が使っているあの楽器はなんだ、バンドネオンだ、そして彼がやってる音楽はなんだ、タンゴだということで、それまでタンゴをご存知じゃなかった方たちにもね、タンゴを知ってもらういい窓口になったという意味ではとても、大変功労者なんですが、同じピアソラがたくさん同じ曲を彼の自身の作品をたくさんあちこちでも演奏してますし、来日された時の、来日公演のライブ版とかの CD もいろいろ出てるんですけど、今日は私が一番好きなこの曲に関してはこの、バージョンが一番好きだっていうテイクの、アルバムを持ってきました。2曲続けてお届けしたいと思いますが、アストル・ピアソラがとても有名になった一番の大きな、もう今テレビだと大体ピアソラだったらこの編成が出てくるっていうのが、ヌエバ・キンテートと呼ばれてる彼の晩年にあった50相談の編成の顔ぶれのメンバーの演奏なんですが、それのスタートとして、準備をして最初のアルバムエスクワロっていうのがあるんですが、その中からチンチン、これは乾杯っていう時にグラスがチンチンとなる、あれのことを表現したと呼ばれてます、そのチンチン。そして、ピアソラがサメ釣りが好きだったんです。すごいエキサイティングですね。エスクワロっていうのはサメのことなんですが、それを表現したバイオリンがとてもかっこよく活躍する曲なんですけど、この2曲を続けてお届けしたいんですが、たくさんのライブバージョンがある中、私はこのバージョンが一番演奏としても好きなんですね。途中のアドリブのようなピアノのソロのとこも、これが一番私がいいと個人的に思ってるので、今日はこれを偏見で、私の、独断と偏見でご紹介したいと思います。では2曲続けてお届けします。チンチン、そしてエスクワロ。
アストル・ピアソラ五重奏団の演奏でアルバムエスクワロから、2曲続けてチンチンそしてエスクワロっていう曲をお届けしました。今日10月の最終日なんですけども、生放送で基本的にずっとお届けしてきましたけど、11月1ヶ月間は、収録でお届けいたしますというのが、私が来週からちょっと右肩 のリフォーム手術、肩の腱を切ってしまって1ヶ月ほど入院しちゃいますので、もう事前収録させていただいてますので、それでお届けします。1週目と2週目は大浦瑞希さんの10周期メモリアルということで、以前昔の私のチャオチャオリカという番組で大浦さんがゲストで来てくださった時のものを、リバイバルで、ちょっと放送しようかと思いますので、ありし日の大浦さんと私の会を楽しんでいただけたらと思います。そして、私がステージをお休みしている間もアストロリコの活動は続きますので、ホームページでいろいろご覧いただきたいと思うんですけども、11月は大阪で、2回こんなチラシを見せしましょうコンサートをやります。私の代わりに私が大、とても尊敬する学生の時からのお付き合いがあります木村直子さん、元京都フィルハムに室内合奏団のコンサートマスターでもありましたけども、現在はアストロリコの、メンバーでもあります。木村さんが私の代わりに、とてもかっこいいバイオリンいっぱい弾いてくださいますので、ぜひお出かけください。京都では11月30日に京都府民ホールアルティで京都 YWCA さんのチャリティーコンサートがあります。木村さんにも出ていただいて、リョー&ハズキさんのねダンスもご覧いただけますので、ぜひ、京都 YWCA さんの方に、会場のアルティでもチケット置いてありますけれども、YWCA のお電話番号京都075-431-0351、そちらへお問い合わせください。そして12月に入りましたら、毎年恒例の、武部宏さんの司会してくださるディナーショーがあります。こちらもちょっと私はまだ治療中ですので、木村直子さんに出ていただいて、ゲスト歌手が江藤由子さんに、それから、田中義和さんという素晴らしい歌手も出てくださいます。そして両安田葉月さん、こちらもプランツコーポレーションさんの方にお申し込みいただきまして、ぜひぜひ応援の方を続けてよろしくお願いします。ではまた来週収録ですけどお目にかかりましょう。アスタラプロキシマスマーナ、チャオチャオ。